エイブルトン認定トレーナーのアキムです。今日の話はこちら、バンドレコ編のナンバー3、前日までの仕込みという話をしていきます。レコーディングの日付が決まり、段取りも組み、やっていくと前日というのが当たり前ですが訪れます。その時までにもろもろの仕込みをしておくと当日が非常に楽だよという話をしておきます。トピックスですね。トラックをまず準備します。でプロジェクト保存しましょう。で曲構成を把握しておきましょう。で最後に軽くまとめます。では行きましょう。でまずトラックを準備という話ですね。デフォルトだとオーディオトラックが2つ、ミディトラックが2つ入ってると思います。でこれミディトラックいらない場合にはまあ消しましょう。いる場合はいいですよ。ミディキーボードとかの音を取りますっていうのであればミディトラックもちろんいります。何をしたいかというと、メンバー構成に合わせたトラックをまず最初に準備しておこうという話になります。2トラックだけっていうこともあるとは思いますが、まあありがちなことで、コントロール T またはコマンド T でオーディオトラック増やしていけるのでバババッと増やしましょう。で、もちろんメンバー構成、楽器構成によってトラック10や20、30ってなると思います。今回はとりあえず10トラック準備しておきます。で名前付けですね。1から10までやっていくと時間がかかってしまうので簡単な感じにしておきます。見づらいか。で名前付け、1トラック目終わったら2トラック目行くときはタブキーで OK です。で頭につけてるシャープマーク、これは何トラック目という数字を入れてくれるやつですね。これ入れておくとなかなか便利なので入れておいた方がいいかと思います。こういう感じかなと思います。でソロ、ベースソロとかはこれまとめといた方が分かりやすいね。ギターソロはギターの隣、ベースソロもベースの隣と。こういう風にしといた方が分かりやすいですね。でもっと分かりやすくしときたいなと思ったら、グループ化しとくといいと思います。コントロール G またはコマンド G です。で、グループ化にも名前付けられるので、まあドラムと。グループ化しておくと一気にミュートとかできるんでね、ドラムトラック全部ミュートしておきますときにはこのグループトラックのミュートをしておくと、ここのキックスネアハットも鳴らないということになるので、ちょっとしたとこですけどね、まあ仕込みでやっておくといいかなと思います。でこれは当たり前ですが、メンバー構成によって変わるんでね、一個テンプレ作っておけばいいというわけでもないですね。テンプレートに実は入ってるんですよね。オーディオ、これだ、8トラックレコーディングというのも入ってます。これが便利だっていう人はこれを使ってください。僕は8トラックで収まらないことが多いので、レコーディングに関してですね。なので毎回だいたいこんな感じで組んでいくことになってます。まあそのうちいっぱい数こなせばこれだけあれば足りるよなっていう風になってくれるとは思うんですが、まあそこまでレコーディング案件が来てくれるとありがたいんですけどね。なんかスペルおかしいな。こんな感じだ。でこれで OK ですね。でこういう風に準備しておくことがまず大前提です。でここまで来たら次のステップ、でここまで来たらプロジェクトを保存しましょう。まあ、プロジェクト何でもいいです。まあ、僕の場合には日付プラスバンド名とかでしとくと分かりやすいかなと思ってるので、コントロールシフト S で保存します。名前つけて保存ですね。見られたら困るところもあるので、ちょっと隠しているところも多いですが、まあ、例えばなんですが、で名前をつけてと、まあそうですね、日付入れのでバンド名と、まあアーティスト名ですね。でこれで保存すると。でこれで一応プロジェクトの中のまあデフォルトみたいなのが出来上がったので、でさらに当日やる分の曲ですね、
2曲やるのか1曲やるのか5曲やるのかいろいろあるとは思いますが、その曲数分ライブセットを準備しておくと。で、例えばもう一回リネーム保存してバンドネームの後にタイトルを入れておくと。こうしておくとまあ分かりいいかなと思います。現在のプロジェクトで見るとこんな感じですね。すげえチャラくいっちゃった。こんな感じですね。2021年5月30日、バンドネームさんというバンドのレコーディングします。で、まず一つ目、21年5月30日バンドネームさんのタイトル、曲名を入れてこの曲のレコーディングをしますと。そうこうしておくと、まあ当日わちゃわちゃ探さなくていいですよね。まあこういうちょっとした準備です。当日ね、意外にね、バタバタするんですよ。レコーディング慣れしてないメンバーさんとかがいると、こういうことできるんですか、ああいうことできるんですか、こういうふうにしたいんですけどって、もちろんいい作品を作りたいわけですから、そういう質問に対するお答え、丁寧にしたいですからね、ちゃんとコミュニケーション取りたいと思って、コミュニケーションあまり上手ではないんですけど、僕はね、まあそのコミュニケーションベタながらもコミュニケーション取りたいと思って、当日いろいろやるんですが、まあそうやってくると自分の時間というのはまあ必然と減るのでね、こういう準備できるとこは前日までに準備しておいてください。で、まあここまで保存したら次の段階に進みます。今タイトルという曲名のライブセットを開いています。で、ここで曲構成をまず準備しておこうということになります。で、僕の癖なんですけど、だいたい5小節目からいろいろ始めます。前にプリカウント入れることもありますし、なんかちょっとしたも入れたいという時に4小節分ぐらいあると便利なんで、5小節目から始めます。で、5小節目のところで右クリックをしてロケーターを追加で、これで今数字1ってなってますが、これ名前変えられるので、まあイントロと。で、4小節あって、今適当にやってますからね。実際の曲を聴きながら、今だと YouTube とかでやり取りできると思いますし、クラウド経由でね、曲データ、元々の曲データもらうこともあると思います。これを元にレコーディングしますって言われるデータもらえるんであればもらっといてください。で、それを聞きながら曲構成把握して、で、曲ごとにライブセットを作り、当日を迎えると。で、今単純にね、ちょっと作ってます。で、僕の癖なんですが、2コーラス目の A メロとかサビ、あと、あるいは繰り返される部分ですね、に関しては数字を横につけています。A メロ、サビのその後、A2、サビ2、サビ3ですね。S ってのサビの頭文字です。なんかフックとかなんかいろんなブリッジとか言い方もあるらしいんですが、自分が分かれば一応 OK かと思います。もしなんか情報持ってる方いらしたら教えてもらえるとありがたいですね。業界共通語みたいなのがあればありがたいんですが、まあ、こんな感じかなと。前もってもらっていた曲なんかを元にイントロ、 A メロ、サビ、ギターソロ、2コラス目の A2、 サビ2、サビ3でベースソロがあってエンディングですという曲構成があれば、ここにマーカーというかロケーターってやつですね、ロケーターを追加してここにいろいろ準備しておくと。で、インフォテキストというのがあります。インフォテキストというのは画面左下インフォビュー表示されてる方もいると思います。僕は結構閉じてますけど、ここにですね、インフォテキストというちょっとしたメモを残しておくことができます。例えば右クリックでインフォテキストを編集とかすると、ロケーターの A は何を撮りますかってか、ここに出てくるんでね、何を書き込みますかっていうのが出てくるので、ワンコーラス目の A メロですみたいな、まあ見りゃわかんじゃんって話なんですが、ちょっとしたメモを残しておけるので、インフォテキストちょっと使ってもいいと思います。実際メモとかを片手にレコーディングするって方もいるとは思うんですが、マイクで音を取ってる時にメモを持ったり置いたりっていうのは意外に
危ないと言いますかね、その音が取られてしまうことがあるので、僕はなるべくインフォテキストの方がいいかなと思います。もちろん持ち込んでいるラップトップ、ノートパソコンの画面が小さいとインフォテキストのこの画面すらちょっと邪魔という場合も出てくると思いますが、まあ、なるべく画面一つで完結した方がいいかなと思うので、インフォテキスト使える場合は使ってみてください。で、まあ、これで、こんな感じで曲構成終えて、もちろん分かるんであればコード進行とかね、なんだかんだ分かった方が便利なこともあると思いますが、とりあえずここまで小節数だけでも押さえておいて、それを準備しておくと当日楽です。なぜなら、あ、じゃあギターソロから次、取りたいですって言われた時にここを押して、まあじゃあ1小節または2小節前から流しますんで、それでギターをお願いしますっていう風にすれば非常にスムーズになるんでね、まあ、ちょっとした仕込みなんですが、これをしておくのとしていないのとでは結構な違い出るんでね、覚えておいてください。はい、じゃあ今回の話軽くまとめます。まずトラックを準備しましょう。メンバー構成、録音する楽器に沿ってトラックをまず準備しておきます。コーラスを取るのかとかね、ギターソロだけ後から被せますとかね、いろいろあるとは思うので、その辺は前日まで、もう最初のレコーディングの話が来た段階で、ある程度話を詰めておくと非常に便利ですね。アーティストさんごとにプロジェクトを保存しておくと、いろいろ便利ですね。で、曲構成も把握しておきましょう。イントロ、A メロ、B メロ、サビ、ギターソロみたいな流れでロケーターを打っておくと、まあ、当日作業スムーズになるんでね、やっておくことをお勧めします。はい、じゃあ今日の話ここまでですね。今日の話が役に立ったなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回以降は、当日編とか、終わってからの話とかちょこちょこしておこうと思うので、また引き続きよろしくお願いします。では今日の話ここまでです。良い音楽ライフを。